皆さん、白樺購入動画に対するたくさんのいいね、たくさんのコメント、本当にありがとうございました。特にこの辺とかやばかったですね。まあみんなやばいんですけれども、今から全力で白樺レビューしたいと思います。もし足りないことがあったらコメント欄に書いてください。白樺の全てがこの動画でわかるようにみんなで作り上げたいなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。それではいきます。 Welcome to White Birch World。はい、このチャンネルは私、平成元年生まれ無許可、ロレックス正規店で GMT マスター2を購入する奇跡を話すチャンネルでございます。チャンネル登録、いいねの方よろしくお願いします。一皮むけます。キムク持ってるけど、ね、というところですね。はい、本日につきましては、この前購入しましたグランドセイコー白樺モデル、こちらの方ね、開封していきたいなというふうに思います。まあ、購入経緯とかにつきましては、動画ありますので、こちらの方ね、見ていただければなというふうに思います。はい、白樺モデル、新デザインシリーズ、シリーズ9ですね。こちらでね、白樺林をイメージしたモデルが誕生と、革新的なメカニカルハイビートムーブメント、キャリバー QS英語を搭載していると。QS 英語をね、搭載したモデルっていうのはいくつかあるんですけれども、まあ、金無垢モデルであったり、限定モデルであったりというところで、QS 英語の初のレギュラーモデルというところで、この白樺モデルが、出てきているというところであります。現在ね、もう人気で待たないと買えないという状態が続いている状態の中で、私の近くのね、グランドセイコーマスターショップの方には置いてありましたので、今回買うことができました。まずね、どんなモデルかと言いますと、グランドセイコーの新たなデザイン、シリーズ9と、これはね、グランドセイコーの神髄を継承しながら、美しく光を流す造形を基本としつつ、光と影の間に美を見出し、日本の感性を取り込み、腕時計の本質である視認性や装着性を一層進化させることを目指し、たどり着いた新たなデザインであるというところになっております。まあ、こうね、書いてあるんですけれども、これはね、もうつければ本当一瞬でわかります。まあ、この文字盤につきましてはね、グランドセイコースタジオ雫石白樺群生地平庭高原と、そこからインスピレーションを受けてデザインされた美しい時計なんです。でこちらね、店員さんも言われていたんですけれども、今までグランドセイコーって、これぞグランドセイコーっていうモデルがなかなか出てこなかったと。今回このね、白樺モデルがそのフラグシップになりうる可能性があるというところで教えてもらいました。本当に素晴らしいモデルですので、今日ね、ちょっと紹介していきたいなと思います。それでは行きましょう。はい、それではね、開封していきたいなと思いますよ。中にね、和紙が入っております。それでは開けていきます。オープン。はい、出ましたね。もうね、美しいとしか言いようがない。本当に買った時もね、おーっていうね、声が出ました。いやー、ほんと素晴らしいですよね。綺麗ですよね。はい、近くで見ていきましょうね。非常に素晴らしいですよね、本当に。このケースデザインとかはね、1967年にグランドセイコーの 44GS、うん、こちらの方をね、継承したケースデザインとなっているというところでございます。ね、その 44GS のデザイン文法を現在に継承したモデルと。いや、本当にこのね、光を流すデザインと言いますかね、腕時計の視認性とかね、本質を追求したデザインというところになっております。文字盤につきましては、まあ、白樺っていう名前でね、白なのかなと思うんですけども、これね、もうね、銀色ですよね。うん。私、これを初めて見た時に、本当に、うわ、すごっと思いましたね。で、この銀色の文字盤に、銀色のインデックス、そして針になるんですけれども、それでもね、やっぱりね、見やすいんですよね。これやっぱグランドセイコーのね、腕時計の視認性とかを追求しているというね、ことがね、本当にわかるデザインとなっております。で、こちらね、グランドセイコーの文字はね、まあ黒色に見えるんですが、よく見ると、紺色だというとこですよね。
で、ちょっとね、動いてるんで分かりづらいんですけれども、この青針ですが、先端が少し曲がってるんですよ、これ。分かりますかね？うん。それによってね、またね、このね、視認性をね、上げているというところでありますね。で、このね、青針については、職人がもう一つ一つ焼き上げるというのをね、私ね、マスターショップの店員さんから教えていただきました。少しでもね、このね、焼く時間が変わってくると、この綺麗なね、青色は出ないというところでありますね。で、まあ、インデックスはね、もう一つ一つ磨き上げられて、非常に綺麗なんですけれども、まあ、この12時1のインデックス、これね、12時1のね、インデックスは、ブランド哲学の基本を守りながら、一つ先の王道デザインをふさわしい印象深さを持たせるべく、他のインデックスの約 2.5 倍幅と特徴的な形状にすることで、威風堂々とした佇まいを際立てているというところになっております。いや、非常に綺麗ですよね。で、夜光についてはついてないんですけれども、本当にね、この視認性を追求した、この針のおかげか、本当にね、暗闇でも見えるんですよね、本当に。月明かりとかさ、まあ余裕で見えるんですよ。本当にこれはね、結構驚くべきね、発見でありましたね。はい、ケースになるんですけれども、まあ 44GS のデザインを継承しつつね、新しくね、こう作り上げていると。まあここのね、ケースの縁はね、まあ縦にね、ヘアライン仕上げ、こちら入っております。で、ちょっと見て思ったんですけども、ほんとね、この磨きがほんとすごいなと思って、こことかはね、まあサテン仕上げなんですけど、この細いこういうとこが、ここ鏡面だったりとかってするんですよね。いや、ほんと一つ、ここは鏡面ですよね。いや、一つ一つマジで細かいなというね、本当にちょっとね、素晴らしいと思っちゃいますよね、これね。ちょっとね、腕に装着してみたいなと思います。私ね、非常にね、腕細いんですけれども、まあそんなにね、なんかもう、分厚いとかっていう時計じゃないので、非常にね、フィット感とかも本当最高なんですよね。で、この薄さ、これもほんと際立ってますね。はい、こんな感じになりますね。で、自動巻きの時計なんですけれども、この中のムーブメントがね、まあ、新キャリバーの QS-A5 が、この水平輪列機構ってこう、すべてのものを同じ階層に入れるというふうに作ってますので、非常にね、薄いんですよね、ここがね。非常に薄くて、もう本当に、フィット感がすごいっていうのがもう感想ですね。つけた感想。で、一見ね、もうね、シンプルな三振時計に見えるんですけれども、ここのね、ラグ幅が結構あるんですよね。で、それ、ブレスは結構太いんですよ、これ。うん。なので、これでスポーティー感を出してるというところで教えてもらったんですけれども、まあ確かに、なんかほんとシンプルすぎる三振時計っていうよりも、ちょっとしたね、ラグスポ感もあるんですよ、ここの。太いことによって、うん。それによって、スポーツ感が出るっていうのもちょっと、初め分からなかったんですけれども、まあ実際ね、そういうふうに感じますね、こうつけていると。はい、そしてね、次、裏側のシースルーバッグであります。もう、これ、私、まあ、文字盤もさることながら、このムーブメント見たとき、本当にね、びっくりしたんですよ、これ。綺麗すぎないですか、これ本当に。テンプのこの動きとかね、もうなんかもう本当にすごいな。これやっぱね、こう見せるように作ってるみたいですね。シースルーバッグのこの面積も大きくして、で立体感も持たせてね、見せるように作っているムーブメントというところでね、教えていただきましたよ。で、ちょっと見にくいんですけれども、これね、真ん中にね、ここにね、獅子の紋章入ってるんですよね。そうです、ここに一応紋章は入っているというとこです。で、これすごいですよね。ツインバレルになっております。ここですね。二つの、はい、鋼箱入っております。これによってね、36000ハイビートにもかかわらず、80時間もパワーリザーブするというね。はい、そういうね、ムーブメントですね、これ。結構ハイビートになるとね、針のトルクが落ちるらしいんですけれども、そこについてもね、トルクを落とすことなく、大きい針をね、動かせてるというのが、この白樺モデルとなっております。
ちょっと今添付がね動いてるので分かりづらいんですけれども、こちらのね添付についてもね、フリースプラング方式っていうのを使ってて、で小さいチラネジっていうのがあるみたいですね。それのね調整によって正確に時を刻むことができると、調整がねしやすいような仕様となってるみたいですよ。うん、だからまあオーバーホール等の時とかはね、そこで正確に直してもらったりするというところになりますね。はい、でね、白樺モデルについては瞬間日送り機構、こちら搭載されております。1968年第二成功車で開発された手巻き十振動ムーブメント、キャリバー4522以来となる十振動ムーブメントでの瞬間日送り機構と、これね QS 英語にも搭載されていると。ハイビートでの瞬間日送り機構っていうのがなかなかなかったみたいですね。ちょっとこれで変えてみたいなと思いますよ。はい、今一瞬でパッと変わりましたね。でブレスについてもね、ヘアライン仕上げ素晴らしい。横はね鏡面となっておりますよ。バックルはシングルバックルというふうになっております。JS のロゴが輝いておりますね。はい、本当に白樺モデルね、美しいというね、言葉がぴったしの時計だと思います。時計のね、アカデミー賞と言われるね、ジュネーブウォッチグランプリにもね、ノミネートされて、メンズウォッチ部門ね、受賞しているというところでございます。いやー、本当にこれね、もう私買ってよかったなというふうに思っております。間違いなくね、私のね、人生を変えてくれる時計だというふうに思っておりますので、今後もね、もうこれはね、もうしっかりとつけていって、もうね、愛着をどんどんね、増やしていきたいなというふうに思っております。まあ今後のね、もっと細部のね、レビューだったり、もっと詳しい方っていうのは多くいると思います。これにつきましては私ライブの方でね、いつもやっておりますので、もし良ければね、来てもらって、みんなでこの白樺見ながらね、白樺でね、一皮剥けていきましょうというところをね、私は思っておりますので、ぜひ今後もどんどんこの白樺の情報についてはアップデートしていきますので、皆さんね、ぜひ私のライブ等来てもらって、見てもらえればなというふうに思っております。いや、本当に最高です。今後ね、もうね、大事に白樺が似合う男になるようにね、頑張っていきたいなと思いますので、皆さん今後もよろしくお願いします。はい、そんな感じでね、白樺レビュー終わります。めけむけおけーい。ではまたちなみに中にはですね、こちらグランドセイコーの企画に合格したというね、検定証と、あとこちら説明書の方が入っております。グランドセイコーの企画はね、スイスウォッチよりもね、厳しい基準でね、検定しているね、その合格の証でございます。